出来上がった、はい、こちらですね、出来上がり。作る前にすごくおすすめなアイテム。ハーブ美容家マリコです。今日は滑らかでさらっとした日焼け止めクリームの作り方をご紹介したいと思います。あとですね、私が最近見つけたこれを使うととてもいいよというアイテムがあったので、それの紹介もしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはハーブやアロマ、クレイを使って自然な暮らしを楽しみたい方のために情報をお伝えするチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではですね、使う材料と道具からご紹介したいと思います。使うものはですね、ちょっと大きめなこういうビーカーですね、耐熱のビーカーと、私はこれ100かな、100ミリと200ミリ使います。あとはですね、こちらの、1スプーン1ミリの、これ1個だけでいいかな、1ミリの1つと、こういうのがあると便利ですね。これこういう感じの、これあると便利なんですけど、まあ、これでもいけます、どちらかですね。あと材料が日焼け止めクリームなので、こちらの超微粒子酸化塩ですね、オリーブワックス、キサンタンガム、こちらですね、超微粒子酸化チタン被膜セリサイトと、ホホバオイルですね、アボガドオイル、グリセリン、ラディッシュエクストラクト、植物エキスのローマンカモミール使いたいと思います。シアバターも使います。シアですね。あとはね、入れる、今日作るのは 50g の日焼け止めクリームなので、ちょっと大きめなこんな感じの遮光瓶ですね、これを使います。作る前に今日私がすごくおすすめなアイテム見つけたって言ったんですけど、こちらのですね、超微粒子酸化チタン被膜セリサイトっていうものなんですけど、このセリサイトっていうのがですね、まあ、ご存知ないかな、みんな、ないかも。私もね、前から気になってはいたんですけど、セリサイトっていうのは日本の鉱山で採れるキヌンモという粘土鉱物の一種ですね。毛穴の老廃物を取ってくれたりとか、肌の透明感を出してくれたりとかですね、こうパール感出してくれるものなんですけど、今ですね、これ日本の鉱山でしか取れないので、海外のですね、一流化粧品メーカーさんも問い合わせをしてくるほど人気なものだそうです。これをなんで選んだかっていうと、超微粒子二酸化チタンを私使うんですけどね、そのセリサイトの、粒子にこの二酸化チタンがこう覆われてるものなんですね、こちら。なので使ってみたらすごく滑らかにできて、使い心地もいい日焼け止めクリームできたので、こちらをね、ぜひ使っていきたいと思います。はい、まずですね、グリセリン、グリセリンを 2g 入れます。でここにキサンタンガムですね。キサンタンガムね、お水に溶かす方法もあるんですけど、結構ダマになりやすくてですね、時間が経てばそのダマもなくなるんですけど、ちょっとここコツなんですけど、グリセリンにキサンタンガムを入れてあげるとすぐ綺麗になります。キサンタンガムは入れすぎるとね、増粘剤なのでネバネバが強くなっちゃうから、1のスプーンに半量ぐらいですね、半量をグリセリンに入れてあげる。そこで1回ですね、こうこれで回します。ここでね、きれいに混ぜておいてあげないとダマができちゃう。でここに今日使うのローマンですね。これは赤ちゃんから使える植物なので、お肌にとっても優しいんですね。で炎症も抑えてくれるので、家族で使う日焼け止めクリームにすごくおすすめな植物エキスです。でね、精製水でもいいですけど、ぜひね、植物エキスも使ってみてください。これがね、25g
ここでもしっかり回してください。グリセリンとキサンタンガムと植物液をきれいにしとくことで使い心地がね全然違ってきます。こんな感じですね。湯煎します。でその間にですね、こちらの大きい方のビーカーにまずシアバターが 3g、 植物オイルですね。私は今回ですね使うのはホホバオイルとアボカドオイル。日焼け止めクリームに使うオイルはですね、酸化しやすいオイルは使わない方がいいです。やっぱね、日に焼けることで酸化が進むので、このホホバオイルとアボカドオイルは熱に強いんですね。なのでこの2つを選びました。お肌にもすごく優しいオイルです。ホホバがね 7g で、アボカドが4で、これね分量はどちらが多くてもいいです。半々でもいいし、私はちょっとホホバをね多くしました。2つ合わせて 11g 使います。ここに乳化ワックス入れます。オリーブワックスですね。このねワックスを入れる理由は、お水とオイルって分離しちゃうんですね。それをきれいに乳化させるためにこの乳化ワックス使います。でもね、ちょこっとなので、ほんとちょこっとの量でもきれいになります。これがね 1g、はい、このラディッシュエクストラクト、これは保存料ですね。大根を発酵させて作った天然の保存料になります。で、お水ってやっぱり腐敗がすごく進んじゃうので、2、3日でだいたい使い終わったり、まあ1週間以内って言われてるんですけど、だいたい1ヶ月ぐらい持つようになります。これを入れるだけで1ミリなので、このスプーン1杯ですね、1杯分入れます。これで1回湯煎します。これ嘘。いや、どこで買えるんだろう。ああ、ネットで全部買える。ああ、本当ですか。うん、それも言うから。あ、せん、何だろう、してたんだよ。はい、できました。これ湯煎で完全に溶けたものですね。でここにですね、オイルの方に今日ご紹介したこちらがですね、セリサイトを使った酸化チタンですね。これを 3g、 やばい。私なんて、もうやだ、もう。亜鉛も 3g。2つ合わせて 6g ですね。これを入れたらですね、さっき溶かしておいたグリセリンとキサンタンガムのこの植物エキスをですね入れていきます。回しながらですね、きれいにかすってですね、酸化塩と酸化チタン入れるとですね粉っぽくなるんですよね、どうしても。だからもうここでねしっかり混ぜてください。結構長く混ぜる。私的には乳化ワックスだけでもできるんですよ。キサンタンガム入れなくても乳化ワックスだけでもうお水とオイルが馴染むからそれでもできるんですけど、キサンタンガム入れたのはですねテクスチャーがすごく良くなります。乳化ワックスだけだとね伸びが悪いんですよ。でそこにキサンタンガムちょっと入れてあげるだけでもスッとこう伸びやすくて塗りやすい。もうこのねちょっとした手間で全然もう本当に売ってあるかのようなものが出来上がる。字が実際ないな。
で、こんな感じのクリームですね。家族で使う場合ですね、お子様も一緒に使うんだったらもうこれだけで出来上がりです。で、私はね、香りが好きだからここにね、アロマを入れてあげます。精油入れるときは最後ですね。私はね、ラベンダーとパチュリの組み合わせの香りが大好きで、でね、ラベンダーもね、やけどに効くって言われるぐらい抗炎症作用があるので、お肌にもいいし香りも大好きです。で、これに入れる場合は 50g 作ってるので、お顔なんかもね、一緒につけるんだったら5滴までですね。合わせて5滴。体だけに使うんだったら10滴まで大丈夫です。ラベンダー3滴とパチュリ2滴で、ここでもね、よく混ぜてください。混ざってないとですね、精油は直接肌に触れてしまうと刺激になるので、きれいに混ぜ込んであげてください。こちらの入れ物に入れていきます。結構ね、今トロトロトロってなってるけど固まってきます。基本的にですね、冷めてくるとほほばとかね、シアバター入ってると固まるんですよ。なのでこれをね、冷蔵保存すると結構な硬さになりますけど、塗っても全然その違和感なく滑らかでサラッとした日焼け止めクリームが出来上がります。出来上がった、はい、こちらですね、出来上がり。これはですね、亜鉛とチタンを親水性のものを使っているので石鹸で落とせます。まあ、一応ですね、保存剤入れてますけど早めに使い切るようにしてください。で、必ずですね、作った日にちとですね、何が入っているのか書いてあげてください。私の計算ですと SPF15 から20ぐらいになってますので、普通の生活する分にはね、1回でいいと思いますけど、ちょっとお出かけ長い時間とか1日されるときは塗り直してあげてください。こんな感じで出来上がりました。ぜひ作ってみてくださいね。あ、ネットで全部買える。あ、本当ですか。うん、それも言うから。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。